大人の世界に言うこと。はい、3回目なんですけどもね、レベルが16まで、生存者レベルが、ランク16まで行きましたね。まだまだですけどね、下から数えた方が早いですけど。で、パークがね、レベル40になったんで、4つ解放されてますね。小さな獲物。これ結構トーテムとかね、トラッパーとかの罠を見つけるのがいいんで、予感結構使いますね。この前から来てる時に。45度以内かつ36メートル以内に殺人鬼がいる時に警告音が鳴るって結構これ役立ちますね。コスドロ、これはなんとなく、ただ手ぶらでいつも行ってなんか持ち帰れたらいいなと思ってコスドロの本能をつけてますね。あとセルフケア当然これ、やっぱりクロデッドモレルといえばセルフケアなんでね、つけてます。はい、来ました。喋ってるうちに来ました。まだまだですね。もうね、速攻で死ぬ時も結構ありますんでね。みんな、ちょっと持ってく、ガチ勢っぽいから、ちょっと。これ、あと、オファリングなんか持ってこう。じゃあ、これ。はい。協力カテゴリーで。協力するぞって意思の表れで。脱出だけ駅ってのもいいんだけどな。協力カテゴリーをすると、プラスで、ブラッドポイントもらえるということで。ブラッドポイントがね。さあ、ほら。脱出だけ駅とかつけてる。みんなやる気あるぞ、ほら。よし、いいぞ。脱出してやるぞっていう意思の表れがね、オファリング出てますよ。よし。あとちょっと、やっぱり暗いなーっていうのはね、やっぱりどうしてもあって、私テレビでやってるんでね、このゲームやるにはやっぱり専用のモニターでやるべきなんでしょうけど、ちょっとテレビだとね、しかも反応速度もやっぱり遅いっていうのもありますしね。それはもう実況やってるんでね、キャプチャーつけてるんで、どうしてもそれも若干のもあるんですけども、その辺の微妙な差異がね、やっぱプレイに影響するとは思うんで、もうちょっと明るくできればなんて、暗いとこに行っちゃうともうね、なんだかよくわかんないんですよね、もう。お、明るい、ここいいぞ。ここいいぞ。お、そして近くに味方もいます。脱出ゲート近く。はい。脱出ゲート近くだな。一応あっちに1個あるな。一応周りを見ながら。ディーン。なんだ。トテムかな。トラッパーと、トラッパー。お、ゲートそこにもある。ディーン。なんだろう、ディーンって。怖いな、俺ここで。ああ、これか。あ、これ破滅つけてるぞ、これ。え、ちょっと待って、この位置で来るってやばいだろう。待って、もう見られたっぽいぞ、多分。あ、こっちかい、こっちかい。 やばい、俺にターゲット変わるぞ、これは。ほら、変わってる。 なんで俺なんだよ。 やめたな、やめたな。セルフケアだ、セルフケア。早く、セルフケアいける位置に、いける。誰だったかな、今。よく見てなかった。ちょっと、あれ、ちょっと待って、セルフケア。トラッパーだったかな。いた。あれはトラッパーだな、あれは。ディーンって言ってるってことは、これ罠だな、罠。罠か、トーテムだと思うんですけど。あ、釣られた。リーン。大丈夫だな。ここを直すか。あ、ちょっと待てよ。そうだ、まず、探さないと。え、待て、どこだ？え、近いぞ。近いぞ、めっちゃ近いぞ。え、あれ？ここやばくねえか、おい。ちょっと、デイビッド。お、来た、来た、来た。あれ？なんだ？あ、くそ。 なんでデイビッドじゃなくて、こっち来た？あ、でも助けられたな、今のうち。うわ、無駄ではなかったか。
トラッパーダメですね、これね。トラッパー非常に苦手ですよ。あ、遠いな、それでまた。遠いな。この罠をね、探知するっていうパックつけてるんですけど、それでもね。あ、誰か引っかかったぞ。あ、違う。罠解除したんだな、これは。誰かお願いします。お願いします。第2段階になっちゃいます。来てるね、あの人。あ、あ。あ、これはいいんじゃない？まだね、発電機1個も直せてないんでね。ありがとう。ちょっと、まず直す。まず直しますよ、私。あ、リーンだな。リーンってなってるぞ。まだね、都会の逃走術とかつけてないんでね。あ、これ、あ、やっぱり、そうだ、危ねえ。危ねえ。これのおかげ助かったよ。あれ？どこだっけ、発電機。それで。あ、過ぎたのか、今。いや、もう倫理になりまくりなんだけど、これ。え？ここでな、あ、ただ、ここだ。ここはなねえよな、よし。多分もう、あ、近い。多分あそこに行くでしょう。でも直さないと。俺だけ無傷もしかして。これやばいな、これは。あ、やばい、やばい、やばい。来るか、こっち。来た、来た、来た、来た。あ、ちょっと待って。まず直そう。よし、OK。いや、ちょっと、どこだ？いや、もう来るぞ、来るぞ。あ、来た、来た、来た。あ、見られたな、見られたな。どっから来る？だって、もうあそここだわってんだもん、デイビッドさん。もういいよ、あそこは。あれ？あ、助けられたのか。よし。じゃあ、新たなとこ直しに行こう。どこあるよ、あと。リーンだな、リーンだ、どこだ、リーン、怖いな。リーンはなるべく避けていこう。ちょっと待って、こんなとこに罠だな、これ、絶対。あ、直した。あ、上か。でも壊されてるし、これ。いいか。あ、でもあっちのはいいか。どこだ、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 今。あれ、どこだろう。あっちか。だいぶ遠い。よし、大丈夫だ。あ、あ、やば、やば、やば。こっち来るかな。あ、来た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 。ヤッコさん来たよ。あ、第2段階になってるな。あの人に任せよう。もう行ってたね。向かってたね。誰か。俺ちょっと直すことに専念しよう。どっかないの、あと。あ、あ、なんか落とせるぞ。どこだ、下？いや、違うな。そっか、自分のところか、さっきの。ああ、それかこっちか、迷うね。こっち行こう。あ、なんか悪いんじゃない、あの人。お、いい感じで再開。じゃあ 俺たちは直したいということで。
終わっちゃったか。さあ、ということで、もうじゃあさっき直しそびれたとこ行くか。まだ来てないね。罠無効化するのいいけど、すごい音するんだけど、これ。パーンと。ここは直す。来た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 。いいぞ。一気に進む、これで。殺人鬼の姿が見えないな。まだでも、信号鳴ってないでまだ遠いと思うんですけど。あとはね、トラップがあるんでね。走って。あ、いた。あっちだ、あっちだ。ごめん。走って逃げるときに、パチンってなるのが怖いんですよ。都会ついてないんでね、あの、しゃがんだまま歩くっていう都会の逃走術ってやつがついてないんで、あ、どこだ？どこだ？こう行こう。こう攻めよう。ん？なんだ？どこだ？近いな。あぶね、あぶね。もうあそこ火花が吹いてたからね。大丈夫か？あっち行ったな、あっち行ったな。よし。あ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。下手に動くな、今。よし、行こう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 。リーンってなってるな。どっかに罠？あ、もう一からか。ダメだな、力が遠いな、大変だな。すげえリニーになってんだな。あれ、あ、いた、いた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 、いた。そういう時に俺はこう直し、ずっと直してるべきだったんじゃないのか、もしかして。あの家の中だね。うん、いるいる。こっち来なければ大丈夫だ。まあ、傷ついてるぐらいですから。あ、あ、やば。釣られちゃうか。どこ行く？こっち来たらやばいぞ。あっち行ったか。あっち行ったな。よし。大丈夫だ。うん、丸見えだ。あとは、ハッチ開けて。あー、地下界。ああやばい、こっち来る、こっち来る、絶対。え、死んだよ。来たね、来たね、来たね。はい、それそうでしょう。それそうでしょうね。あ、いた、あ、いた、いた、いた。ナイス、ナイス。ありがとうございます。さあ、あとは罠にだけ気をつけて。罠にだけ気をつけてた。あ、あ、ちょっと待って、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 ちょっと待って。あーおうち。どうしよう。まずちょっと開けとくか。近いんだよな、でもそこ。助けに行くぞ。だって俺とお前しかいないんだからな、もう。からですよ。行くぞ、俺は。え、おい、諦めた。やば、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 やば。行け、行け。やば、あ、危ねえ。
はい、振り返る余裕もなかった。でもまあ赤くなってなかったからね。まあなんとか脱出ですね、はい、死んだのに死んだ人よりもポイントが低いという、あんまりね貢献してなかったんだろうね多分。はい、まあというわけでね、本日はこの辺で終了したいと思います。もう40にもなるとこのツリーの数が多くてね、ただ一応ねこのセルフケアのティーチャブルパーク、これだけはねなんとか開放したんで、これで他の人がセルフケアつけられるようにはなったんですけども、あと何すっかなと思ってね、あの植物学の知識のティーチャブルパークも確かつけたはずなんで、あと他の人を育てててセルフケアつけられるようになればいいかなとは思ってます。はい、じゃというわけで本日はこの辺で終了いたしたいと思います。次回もお願いします。さよなら。